ミルクセーキのミルクセーキ大作戦。はい、始まりました。ミルクセーキ大作戦。そう、長崎ピチ名物のミルクセーキは飲み物じゃなくて、せーの、食べ物です。はい、この番組はレインボー FM77.1MHz FM 諫早スタジオからお送りしております。そう、そんなミルクセーキみたいに地元の皆さんに愛されながら全国へ情報を発信していけるようにとの思いで活動している私たちミルクセーキがこの番組をお送りしています。ミルクセーキのあやのんこと宇佐美あやのと、あゆとれいちゃんこと早川れいみと、チェリーこと会津さくらこと、きらここと南きらの5人がお送りしてます。せーの、始まるばーい。グッチスカーフ、イエー、グッチスカーフ始まりました。ミルクセーキ大作戦。さて、もう5月も後半となっております。皆様どうお過ごしでしょうか。もう蒸し暑くてヘロヘロな毎日な所存でございます。運動会の時期でして日焼けが厳しい毎日な所存でございます。リハビリの日々な所存でございます。みーんみーんみ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 んな所存でございます。セミセミ、まだ終わってはい、まだ夏は先ですが、というわけでこれを聞きの皆さん、ぜひぜひ皆さんからのリクエストやメッセージなどなどいっぱい送ってほしいです。メッセージはファックス0957-27-0840 27-0840、メールアドレスはniji@771fm.co.jp niji@771fm.co.jp FM 諫早のホームページ、そしてアプリからも受け付けておりますので送ってください。待ってます。第4週目の今日は質問コーナーですが、本日はゲストが来ているということで早速登場してもらいましょう。どうぞ。皆さんこんばんは。もいです。みおです。長瀬チリプです。よろしくお願いします。いや、今日登場してもらえちょっと静かだと思ったでしょ。あのね、チリプ笑いすぎてね、笑うなって。あ、うるせえうるせえって、うるせえって、取り直し取り直して。今回はちょっと黙っといた、出てくるまで。ごめんな。今から本気出していくから、よろしくお願いします。何するんですか。天の声さん呼びます。せーの、呼んだ。なんなんグッチスカイって。あれね、グッチスカーブ。そういうラップがあるんですよ。グッチのスカーブ。あの前あったじゃないですか。ウォレット、サネット、あれの類似品。やばい。ミルク席、ミルク席ちょっと変わった。ね、チェリップしばらく会わない間に、そう、ファンキーになった。違う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 、一人だけ、うん、レミ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 やるな。レミのせいだな。そういうわけでチェリップの皆さん、また皆さん、うん、まあ、2人の皆さん、またいつものように来ていただきました。はい、はい、こんにちは。いかがお過ごしでしたか。いやー、もう地味に田舎で過ごしてまして、本当にゆっくりと、っていうのがそうなんですよ、うん、やっと今日長崎に行くの楽しみにずっと頑張って活動してました、はい、ね、あ、やっぱり前は挨拶しかいない、うん、前はでもみーみーな所存でございます。所存でございますわ、ほんと。まあ、聞かれるな。今日はね、うん、今日はね、まあ、せっかくなのでみんなでゲームやろう。やったー、やったー。マリカーするんだって今日。あゆ、泣くなよ。泣くなよ、あゆ、ほんとに。あ、始めよ。やばい、もう泣くぞ。もう泣く。こっち見んじゃないよ。もう泣くだよ。とりあえずね、今日もゲームやっていこうかね。はい、ここ何にしようかね。あの、何ですか。あれでしょ、ミルクセーキではおなじみ、おなじみ言っても1回か2回しかやってない。全然おなじみじゃねえじゃん。あの、色のやつ。あー、ブルーハワイ。
これ今言ったから言っちゃダメだから。本当だよ。レパートリーありますか。やばい。でもそれ前になさそうレパートリー。これあのですね、私が色を3つ、使う色は、うん、いいですか。はい、青。青。白、白、緑、緑、赤、赤、この4色、白、緑、赤、赤で、3つ、2色を私が言います、うん、お題として、はい、例えば赤と白を言いたいときは赤、言わないでくださいよ、赤、白って言います、はいはい、赤、赤、白って言います。もうこんな感じで言うやん。いや、言うわよ、それ言えないですよね、それも使えない。もう言わないでね。赤、赤、白って最初の1色目は2回言います、はい、でそしたら皆さんはその赤から連想するもの、白から連想するものをリズムに合わせて言ってます。あ、じゃあ2個考えるですか。でそうです、そうです。だから赤、赤、白って言ったらトマト、トマト、雲みたいな、ね、もう言われた、もうダメだ。赤の、王道のやつ。そう、王道ダメですよ。もうトマトと雲使いませんからね。赤のトマト、トマト、雲って私今考えてたんですよ。でやっぱね、桜子は確か前回もトマト、トマトなんとか使ってた。全くです考えて。そして負けた。まあ、弱いよ。まあ、ちらちらこれおなじみとか言ってますけど、私初めてですよ。当たり前じゃん。おい、なんだよ。君はさ、基本的にさ、あのここに居始めて1ヶ月ちょっとぐらいの気持ちでいるかもしれないけど、態度的にはもう2年ぐらいね。ベテランだよな。貫禄あるもん。だろ？先輩だわ、もう。ワイ先輩。実質。おいね。ワイ先輩ね、松葉先輩弱い。やばいよ。今だよ。今だよ。倒れる。今だよ。怖い、怖い。すごい HP 弱いね。今は何ぐらい？そう。HP5。少なくね。あゆちゃんが今あの静かだなと思ったら一人で黙々と考えてやばいやばいな。すごくないよ、別に考えてるから。じゃあ君は考えないで言えるのか。考えてないよ。あ、そう。負けた。あの、待って、私はゲームをやろうと言ったけど、誰もそんな、そんな。なんで殺伐としてんの。なんかもう殺し合いだよ。本気だよな、ゲーム。本気だよ、いつでも本気だよ。泣くなよ、本当に。でもこれさ、知識問われる編。知識問われる編ということで、こんだけ考えてくれてるので、あやちゃんが後半に回ってくるよ。あやのから始まるでいこうかな。ミオン最後だけ。そうだね、ミオンが最後の方だから。ミオンの後、そうそうそう、ミオンの後、あやのに戻ってくる。回ってきたらピンチだよ。あやの、さくらこ、きら、れいみ、あゆ、まゆ、みおの順でいきますよ。え、もう色忘れたの。なんだよ、赤、白、青、緑、この4色ですよ。来い。よっしゃ、行ってやるよ。じゃあいくよ、あやのちゃんから始まる。イエーイ。2色クイズ。イエーイ。あやのちゃんいくよ。はい。リズムあるの。ないのかよ。リズムないからね。ただずっとでもちゃんとこうテンポよくね。白、白、緑、メレンゲ、メレンゲ、メレンゲ、イグジット。赤、赤、青、リンゴ、リンゴ、待って、青、青、青。もうブルーハワイしか覚えてないんだもん。早い早い。どんどん回していきましょう。はい、というわけで桜子今脱落です。1本目でやばい。あやむの次はだから、これ誰が残るかだからね。すごいね、泣き残りをかけた。キラいくよ。キラから始まる。イエーイ。食ゲーム。イエーイ。緑、緑、青、葉っぱ、葉っぱ、そら。イエーイ。いやー、厳しい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 。今言ったやつダメだからね。桜子が言ったやつもキラが言ったやつもダメだから。もう何言ったか分かんなくなってるかもしれない。やばいよ。分かんない。これなんで一人ずつ脱落したの。やばいね、面白くないな今日。レミから始まる。イエーイ。イエーイがテンション低い。レミから始まる。イエーイ。2色ゲーム。イエーイ。赤、赤、緑、血、血、葉っぱ。葉っぱ。え、やばくない君だし。もう弱いよ。弱い。ちょっと一つ愛の世界が、愛の何ですか、社会が。はい、あやちゃんから始まる。イエーイ。二色ゲーム。うえー。白、白、赤、白米、白米、ポスト。天才。いきますよ、まやちゃん。いきますよ。うん。緑、緑、赤、ねぎっこ、ねぎっこ、レミ。すごい。いける。すごい、人で攻めてくる。人で攻めてくる。怖い怖い、怖い怖い。ミオン行くよ。オッケーオッケー。青、青、赤、プール、プール、トマト。今ダメだ。トマト。お前、お前、お前かけちゃったよ、お前に。トマト、もう行ったか。ミオン脱落。やだ。ちなみに今残ってるのは、あやの、あゆ、まゆです。やったな。
じゃあこれから続けていくからね。変化する。一人ずつさ止まってたから止めてたけど、そうだよ続けていくから、ね。あやの目がガチガチだわ。怖い。いくよ、あやちゃんから。あやのあゆまゆだからね。その後あやのだからね。はい。なんであやのまで泣きそうなの。泣けるよなこれ。いくよ。白、白、緑。目。あー、やばい。目。メレンゲって言おうとして。え、待って。え、違う、前の人に引っ張られるよ、やっぱり。また私って言おうとしたのに。いや、頭悪いの残った。いけ、違う、やばいの残った。どうしよう。あいちゃん、いくよ。これ、前頑張ったら残る。残るよ、これちょっと、頑張る。緑、青。ほうれん草、ほうれん草、イルカ。赤、白。いやもうミルクセーキやっぱ最高だな。やばじんだ。ありがとう、一緒にゲームできて本当楽しかったです。楽しかった。はい、ということでそろそろお時間となりました。メッセージどん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 送ってください。待ってます政権の告知をさせていただきます。あさって27日日曜日は北九州あるあるシティにてドル魂に出演させていただきます。今週末は日曜日しかイベントがないから、みんなぜひぜひ遊びに来てね。待ってます。待ってます。いや多分ねこれねドル魂かもしれない。ドル魂わかんないんだよね。キラーずっとドル魂って言ってたよ。文字でしか見てないからわかんない。そうだ、ドルコン、あるあるだね。ドルコン説もあるよ。それない、はい、確かにドルコン説あるよね。あるよね。いやいや、やっぱちげえわ。ないドルコン、ドルコン。はい、チェリピのお二人今日ありがとうございました。ありがとうございました。来ていただいていつもいつもありがとう。本当に来るたびに楽しくて、しかも呼んでいただかないとねやっぱり来れないから、いつも感謝でいっぱいでございます。ありがとうございます。仲良くしていただいて。静かー静かー。は？冷たい。先端恐怖症の静か。そうだよ、もう怖いんだよみんなから。知らんかったマジで。初めて聞いた今日。知っとってよかった。うん。私も本当さっきぐらいに号泣する。これもよ。髪の毛で。もう嫌なんだ。髪の毛を刺すのも。マジ？あんまりダメなの。何もできないねじゃああんまり。まあね。ね。でもまだ知らないことがいっぱいあるね。今一番私が怖いのは食器洗い機の。こう縦に刺さってる、縦になってるやつ。お箸。うわリアル。え、どうするの、どうやって取るの。え、だからもう食器洗いで使わない、お箸を。あ、こうやって洗って、うん、やべえ。ね、チェリップのお二人またぜひぜひ一緒で行きますよ、ね、よろしくお願いします。今週のミルクセーキ大作戦楽しんでいただけましたでしょうか。今日も聞いてくれてありがとう。毎週金曜日の夜はぜひぜひ私たちミルクセーキにお付き合いいただけますように、はい、ではチェリップの皆さんもご一緒にしますよ、はい、それではまた来週、私たち長崎からミルクセーキでした。せーの、おやすみミルクセーキ。そしてチェリップありがとうございます。